石油価格が再び上昇。6月11日ブレンド BQ1 8月先物の価格は 0.23% 上昇し、1バレルあたり 72.69 ドルに達しました。次の取引セッションも 0.11% 増の 72.77 ドルで記しました。先物の成長は石油チャンネル国際エネルギー機関 IEA による石油市場レポートの発行によって引き起こされていると指摘しています。 IEA が作成した石油市場の概要によりブレンドと WTI の先物が設置しました。 IEA ではパンデミック前の石油需要は2022年末までに回復すると考えており、OPEC 諸国はタップを開く準備ができているはずです。あ、もう流通がもう復活してきてるってことね、世界的に。その頃日本は流通どころか全てがストップしております。それで、西村経済産業担当省は、会見で金融機関などへの要請について、ガースも出席した閣僚会議介護かなんかで説明してると。で、ガスはそんな知らんと。いや、お店もうダメよ。お店潰れちゃったらさ、ねえ、配達する業者さんも困っちゃうし、もう一旦クリーンにしない？おばちゃん思うなよ。この西村担当省かなんかね、のさ、ご両親かなんか呼ばない？お宅の息子さん、なんかめちゃくちゃ言ってます。あ、ガラスの上司も呼ばないとね。お宅の息子さんがね、って、ガチでちょっと、ガスと、ちょっと会合開かない？おばちゃん、ガラスと西村大臣のさ、担当者のご両親に言ってあげるわよ。ジビして言っちゃうからさ、おばちゃん少し報酬欲しいね。ガストで、まあ、ハンバーグセットぐらいだったら、手打ちはよ。で、ガストなんてさ、西村の、ご両親もジビして言ってやばいよ、おばちゃん。お宅の息子さんがね、って、おばさんね、ガンガン言ってあげるわよ。あ、それでね、まあ、明るいニュースもあるのよ。ちょっと、これをね、ついて見てほしいんだけども、今ね、日本はね、スリムビューティーなのよ。経済産業省がさ、まあ、業者に委託するんだけど、769億円。そしたらね、サービスデザイン推進協議会がね、ああ、わかりましたって電池流すだけでね、20億スリムビューティーなの。それでびっくりしちゃったんだけど、電池がね、電池の子会社4社に、委託するのもすでに100億円スリムビューティーなのよ。100億円ってなんだよ。それもビューティーすぎるじゃねえかよ、これ。なんだよ、これ。100億って。何もしてないのに。それもビューティーなんでしょ。なんだよ、これ。で、さらにね、その4社の、ファスナーとか大日本印刷とかにね、大規模スリムビューティー。日本経済ダメになっちゃうよ。いや、こんなのばっかりだとね、ほんとね、丸投げなのに、もう、美しい国、ジャパニーズ、スリムビューティーですよ、これ。ほんとになんとかしないとあかんでしょ。こういうところで着地締めるだけで、協力金はさ、止まってんでしょ、1月以降から。払えんじゃね？てか、こういうのいっぱいあるでしょ。全部さ、閉めていけば、払えんじゃね？とりあえず、経済産業省、金呼ぶ？出すと。お宅の息子さんがね、ってご両親のこと言ってあげてもいいよ。いや、でもね、さすがに、これだけね、お宅の息子さんがね、やるんだったら、またやっぱりなんかちょっと欲しいな。ガストバーガーだったっていうちがよ。Thank you.
変ニュース。キリンは常に一種類と思われていたが、最近の科学的研究で実際には4種いることが分かりました。え？一種類じゃなかったの？遺伝子を分析ってみたら、類似性は大きいものの大きな違いがあるそうです。これらの研究や動物は衰退しているため、さらなる研究を実施することが重要です。あ、遺伝子で解析ったら、全然なんていうの、見た目は同じだけど、あと大きさとかも種類が全然違うみたいよ。だからちょっとなんていうの、なくなってしまったりとか、飼い方ちゃんとしてるのになんでなくなっちゃったの、え、どういうことやねんっていうことだったってことなの。これだけ人類とさ、共に生きてきたキリンが最近になって4種類いたっていうのが分かったって、奥が深いのね。あ、でもね、おばちゃん少しね、これ分かる気がするのよ。おばちゃんのさ、住んでるところの商店街に八百屋さんがね、4軒あるのよ。でもね、本物のね、八百屋さんはね、最近になってね、1軒ってことに気づいたのよ。それはどういうことかっていうと、おばちゃん買い物するときにさ、今までずっと、いい野菜入ってるよ、お姉さん。ちょっと買ってってって言ってくれたんだけど、あのね、1店舗以外はね、全部ね、ね、おばちゃんとかって声かけてくんのよ。プロじゃないわよ。1店舗だけね、そこのお若いお姉さんって言ってくれんのよ。これこそ本物の八百屋だとおばちゃん思うのよね。今まで他のね、八百屋はね、偽物だったのよ。そのことにやっと気づいた。野菜もそうだけど、買い物するさ、お客さんに対しても目利きができないとダメだと思うのよね。だって、おばちゃんさ、お姉さんと言われてビビってくるもん。あ、はいって思わずね、答えるのは罪ですか？これでもベビー痩せてたねよ、昔は。今はね、全然そこのね、八百屋とね、魚屋さんしかね、お姉さん出てくれないんだもん。もう嫌な世の中になっちゃったわね。関係ない話なんだけど、あのね、おばちゃんのね、まあ、住んでるところのすぐ近くの商店街にね、もう昔からある、多分一番古い八百屋さんがあるのよ。そこね、まあ、奥さんの家の八百屋さんだったのよ。で、旦那さんが婿養子で入ってきたんだけど、奥さんのさ、ご兄弟とかもさ、ご両親も亡くなって、それで、奥さんの病気で亡くなっちゃったのよ。したらさ、いきなりさ、めっちゃ若い、ヤルが働き出したのよ。わかりやすいんだけど。それでね、なんか、お店も改装してなんか明るくなったのね。そこ商店街のさ、外れにあんのよ。久しぶりにそこ行ったらさ、なんか、八百屋じゃなくなってんのよ。いきなりさ、ヒップホップかなんかの服とか売り出しちゃったのよ。洋服屋に変わって、しかも、こんなおじいちゃんとかおばあちゃんばっかりのさ、商店街にさ、ヒップホップの服屋なんか作ってもしょうがないでしょうよって、思ってたのね。どこへ向かおうとしてんのかしら。明らかにそのなんかギャルのお姉ちゃんの意向が 100% 働いてる気がするんだけど。全然そんなね、ヒップホップの服とかね、扱うようなおね、やめなおじいちゃんじゃないのよ。いきなりさ、でももう野菜売るのやめちゃって、洋服屋さんに変わっちゃってね。なんかびっくりしちゃった。ビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。
あれってどういう意味かしら。